私は保育園で食育に携わる仕事をしております。主菜が唐揚げだったので味付けしている間に炊飯釜のスイッチを入れたところ、急に香ばしい匂いが、匂いとともにボンって音と強めの風が吹き、急に目元が重たくなりました。あれ、なんか重たい、今日マスカラつけてたっけ、いや仕事だからしてないはず。風と音の正体は炊飯釜の故障で起きた爆風でした。そして匂いの正体は私のまつげと眉毛が燃えた匂いでした。本当に綺麗に燃えてました。てんてんてん、絶望。すみこさん、ご無事で何よりです。絶望、ご苦労様です。炊飯釜が爆発したということでよろしいのでしょうか。もう本当危ないね。顔の毛が燃えてるってことはなかなかな爆風だったのではないかと思います。